始まりました「トゥナイト、はいこの番組は吉本沖縄に所属する芸人が月曜日から金曜日までの23時から1時間お送りするラジオ番組です、はい、そして本日水曜日担当は吉本沖縄に所属しております沖縄が生んだお笑い界の怪物ルキー島袋シナムですなか,りまかありがとうございます、えー 一郎選手おめでとうございます。チレ高橋です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとね、何に応える？ちょっとあのいよういようとしてたから一郎のことをね、先ずず出てしまった。めっちゃ恥ずかしいなんかあったかな？誕生日でもなんでもないのよな。 祝い事でもないはずだ。なんか。ついってしまったな。うわ、めっちゃはずいわ。いよいよですね。ちねいさん。いよいよなんで、いよいよ。いよいよってなんだ。いよいよなんか。なんかが重要十。そこ言えよ。はい、じゃあ、ね。え、今日は何日でしたっけ。八月の。九日です。九日。え。九日。十日か。十日ですよ。はい。はい、八月の十日。明日休みなんですか。 いきます、明日、なんかの日が。あ、八月十一日、なんかの日が。何の日だろうね。明日休みですか。高級日。高級日なってます。あ。なんだろうな。何の日ですか今日はまあ、普通に通常通り、平日だよね。山の日らしいです。山の日らしい。明日、山の日な。はい。なんか、海の日とか、なんか。そういえば、そ想像した。山の日でしたね。いや、山の日って。そんな、あり。え、聞いたことないけど。自分も聞いたことないですよ。今年できたんじゃない。 多い多分んそんなのある<え>山の日っていうかそも,そもそももう夏休みだからな入ってますからそうですね、うん、山の日って言われてもなんかピンとこないしもう小学生とか学生はね高級うう関,関係ないですからね今の、うん、この8月9月はですね、うん、そうだなはいずっと休みだもんねはいありがとうございますでございますけども <laughs> さあさあさあいつも言ってますけどさあさあいつもってますけども どうですか最近は。いやまあやっぱもう知念さんが先ほど言ったやっぱあれじゃないですか。やっぱいろんなスポーツ関連の。あ、なるほど。はい。スポーツ関連ね。いっぱいありましたねなんか。オリンピックも開幕してますからしましたね。見てましたちゃんとこのあれは。オリンピックの様子？開開会式っていうんですか。開会式？見てました？いや見れない見れない。あ見てなかったんですか？見れないよお前えなんでですか？お化けやって。出た。お化け中だ。 出ましたねお化け中マジムンだ何言ってんのふざけんないやでもまあまああれでした意外意外とそこまでですね盛大な感じまあ盛大は盛大なんですけどやっぱこの北京オリンピックとか見てるとちょっとこんもりした感じかなっていうこんもりこんもりっていうかなんかしこじんまりこじんまりそうこじんまりしてるなっていうこんもりってなんだ ああいいややそうですねなんか意外とこの聖火のとますやつがあるじゃないですか聖火台に火とか最終ランナーがそれもなんか意外と普通にやっちゃったりとかああそうなんかそんな感じなんだんかのオリンピックの時なんか弓打ってそこに打って火がつくとかなんかはいはいあったね北京オリンピックの時は壁をなんか走ってなんかうん はいはいロープでなんか吊るされてつけるみたいな感じだったじゃないですかそれがまあ演出がんか今回はしんみりしてましたねでも盛大は盛大でしたよ確かにそうなんだやってるもんな今真っ最中ですねやってますよなんかいろいろあるよね金メダル取っただの取ってないだのもありますけどもまあ自分一個聞きたかったのがありまして知念生のこの年代になると やっぱこのオリンピック選手を性的に見るのかどうかっていうのもちょっと気になるんですよ。いや何か自分なんかやばいなと思ったんですけどなんかなんか今回のオリンピックからなんかこれはちょっと付き合いたいなみたいなっと性的な目で見るようになってしまいましてマジでなんか年っていうかか可愛いなとかあいなとか可愛いいなきれいだなぐらいは多分誰でもあると思うんだけど。はい なんか付き合いたいなとかそういう目線とかではない。あ、そうままえマジですか。じゃむしななんていうかななんかフィギュアスケートとかもそうだしはい、はい、バレエとかもそうなんだけど露出高かったりするじゃん。はいはい高いです。でしょ足が思いっきり見えてたりとかするさ。はいでもあんまりよ スポーツを、そういうエロ、エロ目線で、見ないって感じ。<laughs> いや別にエロ目線で見てるわけではないですよ。いやいや、わかるよ、わかるけどさ。なんか可愛いなとか、なんか、この人と付き合いたいなみたいな感じな<ー>。えー、いや、じゃあ何、あ忍、誰にそう思ったの。自分、あの、柔道の松本薫先生。なんか。<laughs> <ん> <laughs> 結構ごつめの選手。だいや、なんかもう目つきが、もう柔道って、お前。いや、でも結構いけ、出ましたね。いける、なんか木村沙織とかじゃないの、バレいエ。まあ、でも、可愛いですけど、やっぱ身長が自分よりでか、でかいと。あ、いや。もうちょっと嫌じゃないですか、やっぱ男としては。松本かおり。松本かおりせ選手ですね。あの人は、しのぶよりも小さい。のいや、小さいと思います。多分、170ぐらいだと思います。がたいでしょめちゃくちゃ。いや、そこまで良くない。え、よくないというか、まあ、普通ぐらいですよ。 金メダル取ってなかったいやどうか銅メダルでしたねやってたなやってましたねだからんか大人になっていくとやっぱそういう見方するのかなと思うちょっと疑問に思ったっていうかこのやっぱあるんですかねこの性的な目で見る感じ性的って言っちゃってる性的って言っちゃってんじゃん知念さんはまだないですねまだってかないんじゃない人もいろんな人もないっすかあれとかだったらあるな女子のビーチバレーとかなら。 え？なんかビーチバレーで興奮します？いや興奮するっていうかさ、はいモロ引きにみたいなけてやってるじゃん。まあはい確かに、はいはいはい。もう見ろってことでした自分の私の体見てください。ああまあそうです。スケベな目顔でスケベな目で私のことをはいはい見つめて。あおやくばポロリとかもありありそうですよね。なんか飛んでそうそうみたいな。みたいなとかだぐらいはあるけどな。 さすがにオリンピックまだそんなメディア見れないいでまだ全然子供欲しいと思ってないってことですねいやいやそこにつながるのやっぱそうですよ本能ですもんえ何子孫繁栄的なことそうそうそう子孫を残したいっていう自分の本能がなんかお前ずるくらいなんか自分だけ自分だけいいようなやついやいやだってそうですもんそうですもんだってそうではないだろ別にそうですよだってはあ何こいつはあじゃないですよはあじゃないですよ表出ろごらん 相撲で相撲。相撲ってまだないですね知念さん。まだないな。まだじゃ性欲が弱いということでいいのかな俺は。いや性欲はめっちゃ強いでしょ。めっちゃ強そうでしょ。俺。知念さんはい。あ俺そうなの。めっちゃ強そうですけど。ハゲてるからでしょ。いやハゲてるからでしょ。男性ホルモンがハゲイコール絶倫みたいなイメージある。 確かにちょっとそういうのもあるかもしれないです見ちゃってるかもしれないねそういう目で見ちゃってるもんなお前はまあでもツイキャスもてか俺さっきから思ったんだけどさ俺らの声さ若干よエコかかってないマジっすかそんなことないんとなくんとなく思ったんですけどエコかかってますあああああどうでしょうかそうでもないかわかんないです僕ななんかんとなくそんな感じがしたんだけど すごいところ気にしてますね。<laughs> なんか嫌なんだよ。やばい、アスカさんからやばいの気にしてますよ。ええー、アスカさんがツイキャスで。はい。先浜マックスさんのハゲ方はやばいですよね。<laughs> <laughs> いいとこに気づいたね。いや本当あの人も本当すごいですよね。うん。うん、でも32ですか。32かな。32であれはやばいですよね。ちょっとやばいよねあれね。はい。もう完全にな。 ここないですもんねこのサイドないな前髪のもうマックみたいになってきてますもんねツルベッショみたいななんかそのハゲ方を逆に奇抜なハゲ方みたいなファッションにしちゃってるじゃんファッションにかかみにしてるにしてもちょっとやばいよねあれちょっと残念なおしゃれちょっとハゲげおしゃれ なんうですできてないよもんかヨーロッパ行くとハゲはおしゃれみたいなことらしいですよね。あれいやなんからしいですからね。いやハゲはもうどこ行ってもマイナスだよね結局さ。いやそんなことないですよやっぱハゲの人変な人いますもん女の子って。変な女子っていますよやっぱり。えどういう意味変なところがてかハゲの人が好きとかなんかいるじゃないですかなんか胸毛が好きな人とかいるねだから行けますよって 大丈夫ですよいやいやでもよそういうよ、はい、ハゲが好きとか胸毛が好きとかいう女よはいボスだろいやいやいやこれやばいですよ <laughs> いやそんなことないですそうでもないいやそんなことないです やっぱホステスに分からんけどさ俺きれいなホステスが偏見だけど偏見本当に偏見ですよきれいな人に多いっすやっぱりえっ本当やっぱこのイケメン食いすぎてちょっと違う方向にしてほら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 来た来た来た結局根本にあるのはイケメン好きだ出たよちょっと飽きてほら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 臭いおっさんところに来てる違う違う俺が言ってるのは最初からもうそういうハゲとかが好きってことよいやもう生まれた時からの

あれでいったと思います濁すなお前濁すなあれってはっきり言えよでもねいろツイキャスも来てくれてますねアーヤさんが今日はオーシャンリョウジさんの誕生日ってそうなんすかそう、すごいな俺のリョウジでしょ俺のリえウと、レオナちゃんがめいっ子がなかなか眠れなくて困ってますあ、めいっ子めいっ子ねめいっ子いるんだうん。じゃお兄ちゃんかお姉ちゃんいるってことですか そういうことなんかめいっ子とかおいっ子って可愛いっすよねああ自分やっぱ3人いるんですけどめいっ子がうん可愛いっすよ俺ね兄弟結婚してなくてさ兄弟いるんですか知念さんいやいるわあマジっすかうんんかめっちゃ一人っ子い一人っ子っぽいイメージですけどあ上が離れてるからそういうイメージあるかもなしかも上にいるんですねうん下はいないですか下はいないなあマジっすかうん上にお姉ちゃんっすか お姉ちゃんと兄ちゃん二人がいる。マジですか。じゃあ四人兄弟なんですか。四人兄弟。めっちゃ意外。めっちゃ意外。いいでしょ別に。が二人兄弟ってイメージですけどね。なんなんその。いたとしたら。いたとしても。い。やなんか。誰誰兄ちゃん？いやお姉ちゃんです。お姉ちゃんいて知念さんみたいな感じ。姉ちゃんもいるけど。俺に似てるって言われる？よハゲてるってことですか？誰がお前デコのデコの子で。 遺伝でないだろうなかなかデコ似てるんすよいう会話いや分かんないですよこのデコの広さが似てるとかいやまあ女の人だからなそんなハゲることないけどまあ確かにそうですねやっぱお兄ちゃんとかやっぱちょっと行ってます行ってるねあマジっすかやっぱ本当に遺伝なんすね名古いるんだけどたまに那覇に帰ってくるだよはい実家に帰ってくるんだけどあの前々からハゲてたのは知ってたのよ結構髪がきてるなとああはいはいで 結構その何年か経って中、はい、名古屋からまだ実家戻ってきた時にパッて見たらもう全部行ってたわええ、はい、全部言ってた,わ<え>ってたもう丸帽丸帽「ま丸ぼ」<っ>「丸るあもうはゲ隠しで丸るぼにしてたえどういうことですか全部行ってたわお兄ちゃんおいくつなんですかえっと8つ離れた兄ちゃんと7つ離れた兄ちゃんいるけどでも35とかぐらいですか まああつだだからそうなでも完全にもう行っちゃってる感じ行っちゃってましたねえもうハゲ隠しで丸ポーズにしてるってことそうだな完全にそうだよでもやっぱショックだなマジっすか自分と同じ遺伝子の人たちが8つ7つも離れたやつが完全にいってるわけだからあ俺も行くなって日本が目の前にいるそ多分俺早い方だと思うのよマジっすか じゃないかな、あ、に、お兄ちゃんたちがこの知念さんの年代の時はそこまでだったんですか、別だったと思うよ。ええ、俺早い、多分。あっちゅうまよ、あっちゅうま。マジっすか。うん。やっぱ、で本がいると、やっぱ。で本っていうの。で本じゃないっすかね。将来の自分がちょっと見えてるじゃないですか。幼稚だけど。まあね。はいはい。似てるんですか。顔とか似てるんです。似てるっていう。ああ、見てみたいな、なんかサメとかないですか。 高校ぐらいの時に友達とかん家に行った時に家族の集合写真見たらあたかしがいっぱいいるって言われうわなんか想像つきますねメガネつけてますあーつけてるつけてるうわってなるリアクションが一々腹立つんだたかし4人ですかお父さんお父さん含めてたかし5人たかし5人5人なんですね すごいなんか強烈そうですね。強烈な家族写真っぽい感じします。そうだな。強烈かもしれないマジで見てみたいですよ。いや今度はなんかで罰ゲームだったら持ってってください。罰ゲームの内容で家族写真ってお前。じゃマジで見てるでしょ。ディスりすぎよ。いや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 。強烈なさんを見てみたいです。いやいやいや。 みたいけどな。いや自分は別に。そうでもない。そんな、はい、なんかなかそんな変な感じな家族写真ないかもしれないですね自分。ああ<ー>なかなか撮らないですね。家族な <coughs>。はい。なんだろうな。もう今はもう家には次年さんしかいないですか。お父さんお母さん次年さんみたいな感じですか。あああの長男のお兄ちゃんがいるな。あ長男はまだ結婚してないんですか。うん全員結婚してないよ。 あ、そっか言ってましたねあれじゃなんで次男は名古屋の方にいるのですか仕事仕事仕事の関連で山田電機で勤めております大手ですよ大手。まあそうですよねえでも三十五で独身ですかいや普通ですか何かお前なんか言いたいいやいやいやお前相撲てるかお前いや本当になんかもっちねさんのなんか想像がつきますねうんだからは。 本当になんかもうあれしてますよね早く結婚しないといけないよなそうですね本当に本当にえやっぱこのパートナーはいるんですかパートナーっていうかまだ結婚はしてないですけどああ俺の兄ちゃんが付き合ってる彼女か姉ちゃんの彼氏がいるかってこと、はい、それは分からないんだよなああなるほど全然それぞれがやっぱ一人暮らししてるから <laughs> はいはいもう全然分からないいとだしああ別にそこまで検索するっていう,かうん、うん、そうですよね気持ち悪いんだよな兄弟同士で そ結婚しないのとかいうのあマジっすか、うん、勝手にしれって思ういやーわかんないですよ自分もお姉ちゃん結婚してて、うん、2>, 2人お姉ちゃんいるんですけど、うん、もう1人のお姉ちゃんが、まあ、今24かな24はい分かんまあ彼女も彼氏もいるんですけど、うん、だから別に全然自分はそんなこと全然思わないですよ、うん、じゃあなんかさ結局さ結婚してたりとか彼氏彼女がいる兄弟は、はい、ないか お前がお,お前弟でしょ。お一番下でしょ。一番,はい、一番下で弟でしょ。全然こういうラジオとかでもとか、はい、あの普通に人に聞かれてもすぐ言い <laughs> 言うのよ。 <laughs> <な>いでも俺からしたら上が7つとか8つも離れてるの関わらず結婚もしてないってなるともう隠したいわけよ俺,俺のこのパーソナルな部分を人に言いたくないわけよはいはいはいなるほどだからダサいって思われるみたいないやなるほどなるほどだから自分は。知念さんと出会ってもう4年か3年ぐらいになるんですけど初めて聞きました <laughs> ずっと隠してたんですね嫌 <laughs> だわけよ 兄弟結婚してないとかいうのがあーーあーしかも結構年離れてるそう,、ね、そうそうそうなんか妙にさ、はい、ダサいみたいなイメージあるじゃんいやそんなことないです別にいやいやそうだよ結局結局だ <laughs> 結局わかるよ俺まあ虐げら,られてきたことほんとにでも知念さんはもう2年後ぐらいの結婚するんですねいや分からんそれはもう全然まだいないですかパートナーがそんなもうあ何よもいやそろそろ 作りましよいやいやお前が言うよお前が言うよの忍ちゃんこそさはいんか親とかがさ「お前も一独り立ちしろよ」みたいななんなるわけ親とかはいやもうあきれてますよえもうんかそんなことはもう前は言われたんですけどもうあきれてますよやっぱ自分あの昼はずっと実家にいるので 仕事しれって言われてもずっとあげられてますよ資格取れば今頃ですかいや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 全然いいでしょあそうかまだ21ですもん今頃ってお前何の資格取るんですか何か興味あるのないのバイオリンとかですかバイオリン何だお前ちょっと一回熱があって一回冷めてちょっとまたバイオリンにまた。来てますからね2回目のピーク迎えてる来てます今 向いてないからやめてそれはもっともっと現実的なお仕事なんですらあれですかあのあれで取れるやつですかゆーキャンとかあの辺のやつユーキャンで取れるやつ医療関係のやつとかですかおお簿記とかいや簿記とか取ってもそこですよマジリアルなやつなんかいや嫌ですよあんなの一応商業高校出身ですから自分はいどこうそう商業だったんですけど簿記はほぼ全員取るんですよどうやった 僕はまあ、一年で辞めてるので。まあ、無関係だったんですけど。ほらね。もうすごいっすよ。この、小、めっちゃ、もう。電卓、高い電卓買わされるんですよ。入学の時に。一万円ぐらいの。やばくないですか。百均でいいよ、電卓は。それが、なんか、めっちゃでかくて。ちゃんとしたやつなんですよ。一回も使わずに終わりました向いてないな。向いてない。向いてない。僕とか向いてない。何がいいんかな。 もうだから芸人じゃなくて他の仕事やってた柔道整復師とかになりたいっていう思いはありますねこのなんかハリキューとかのあるじゃないですかそういうなんかは撮りたいとんか思いますねやっぱ分からんけどよなんかよ気持ち悪いななんか分からんけど人の体触ってるそう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 そがそう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  <laughs> いや別に,別に関係ない柔道整復師になかったからってあの松岡さんみたいに、うん、おじいちゃんおばあちゃんのケアするかもしれないから、ね、<laughs> <laughs> 老人ホームで,、うん、<laughs> でもそういうなんか免許は欲しいなとは思いましたけどもそねはいはいそっか将来のこと考えんといけないないや本当ですよでも、うん、やっぱ考えますよねしのくんもいろいろ話したけどあれどうしますか <laughs> あのいつもやってるコーナーあるじゃないですかありますねはい で知ボイス忍のありますねでもう3週間ぐらい引き伸ばしてるけどはい結構前に俺が勝負で負けて罰ゲームで何でしたっけ僕がやる罰ゲームはえ歌舞伎メイクです歌舞伎メイクがありましたねはい一応これセット持ってきたんですけどあマジっすか今日やるんすかいややっぱりやりたくはないよいやいややりましょうじゃあやりたくないって言われたらやりた一応どうしますかその どっかのタイミングでやる？それとも今もやる？今もやってきていいですよ。やってきていい10分ぐらいいいですか？無理ですそれは。それ無理です。じゃしのぶがどうにかせいきさんとうまく。あいいですよ。せいきさんとだったら。ちょっとつなぎじゃないけど。はいはいはい。それ戻ってくるまでの間。わかりました。やっぱりちゃんと負けたからには罰ゲームしないといけないなと思ったんで。本当ですね。うん。ちょっとだけいいですか？じゃもう半年ぶりぐらいの歌舞伎メイクですね。うん。 じゃあぜひそれいっていきますよ10分,さ10分ですからね測りますよよい、はい、スタートでございますよ一人になりました <laughs> 何を話せばいいんですかだいたい途中でメイクしに行くのもどうかと俺は思ったりするけどな <laughs> 確かにそうですね <laughs> 言われてみればなんで最初でやんねえんだった放送中に抜け出してメイクっていう <laughs> 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 知念さんらしいですねそこがなあはいそうですね <laughs> まあでも久しぶりにこの感じになりましたねうーん1人で喋れると思ってるけどね俺はいや無理ですよ無<ジ>はい。あれあれだなやる気の問題だな <いや S 1> 多分な <laughs> いやいややる気はめっちゃあります。やる気はめっちゃあるんだ。やる気はめっちゃあります。それは。一人で一人でなんか何を喋ればいいのかがわからないっていうか。大体さみんなのさ年俺あんまりよく知らないんですよ。あこの。そうそう二十代ぐらいの年ってことですか。あのいやいやあのこの一人一人のそうそうそう年齢とか。あの崎山くんの年齢三十二っていうのもさっき数で聞いてえっと思った。マジですか。もうちょっと上かと思ってた。えそうなんですか。多分もうちょっと上なんじゃないかな。三十二？三十二ですって言いましそうそう。 え意外と全然わかんないんですかわかんないわかんないえー、あじゃあ月曜日の担当のあゆみさんとかも,もうわかります大家はね32あゆみさんわかるですねあ,あ,あいつよく会うからなそうですねなんだかんだで, <laughs> で、ね、はい結構来ますもんねここにもでも同期でも年バラバラなんでしょめっちゃバラバラですね一番上な誰なの誰で何歳なの一期制のですか 吉本,吉本沖縄の中での一番上は塩屋ダイバーっていう塩屋、うん、さんあすねか聞いたことあるな塩屋さんが4747はい47で2期生なんですけど2期生なんですよああじゃあ通信部とかと同期そうですねはいあ一番若いのは いわはボンジョルノですね。沖縄吉本で言えば今日来てたな親の競いで。ああそうなんですね。大阪から来てた子たちね。はい今日自分でその月が自分なんですよ。マジで何歳なの？自分二十一です。腹立つな。なんだ二十二とかもうなんだぞ。俺とか生まれた時から三十代だから。 そうなんですよ。二十代の時ないんですよ。僕いや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 。せいさんって今おいくつなんですか。三十八人。あ、三十八なんですか。なんか意外ですね。あ、そう。はい。もうちょっとなんかしたと思ってました。大人の貫禄ない。まあ、あります。あります。ありますけど、なんか。三十、本当二とか、本当に三十代。前半のイメージありましたけど。今度おごるね、じゃんね。これだけでおごってくれます。そう。え、知念は何歳なの高かは。 たかしさんは二十七ぐらいだったと思うんですね。八あ六かな二十六だと思います。あそう。はい。俺二十七の時はもうちょっと俺ハゲてたな。マジいやでもハゲてます？ハゲてるハゲてる。マジですか？俺ね髪増えたのよこれでも。そうそうそうあの。あでもはまあは広広いって感じですね。お猫はね生まれつき広いんだけどずっとねハゲキャラだからねそういうのは全然ビクともしないんだけど。 でもあると気づいたのよ。どういう感じですか。髪増やして見返してやろう。と増えるもんなんですか。増える増える増える。えどういう感じえ食毛するってことですか。あじゃなくてじゃなくてあのいろいろ試しはしたのよ。髪にシャンプーだったりとかその育毛剤的なやつあれなんか使う人によっては全然効果ないんだな。ああそうなんですか。つっていろいろ研究した自分なりにいろんな文献を読みました。インターネット上の文献をいろいろと。 したらね、やっぱね、マッサージがいいらしくて、どこ行っても血行を良くしてくださいに行き着くわけ。あ、そうなんですか。どこの入り口開けても。え、あのヘッドスパみたいな感じのやつですか。あ、そう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 。あ、それで僕ね、毎日ね、マッサージを欠かさずやってるんですよ。え、自分でやるってことですか。そうですそうです。え、あのずっともみ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 してたら、でもね、ななまあ毛が増えるのよ、生えてくるのよ。え、マジですか。うんうんうん。 そうね。あのこのことはね、たかしには俺黙っておこう。言わないでおこう。言わないでおこう。自分で発見してもらっていいですか。自分で文献を読んでいただきたいんですよ。そうそう。だからね、あのハゲてる人のことあんまりバカにするのはよくない。じゃあ気をつけましょう。ね。っても心泣いてるから。そうなんです。そりゃそうです。やっぱそうなんですね。こは痛めてるんですね、心は。 おなれ、俺も泣いてるんだから、聞きながらわかる。他人事ではないっいう。他人事じゃない。守りたいもん、俺本当は。だけどまあ、まあ彼もね、そのうち発見するでしょ。自分でね。増やす方法、まあ悩んでますから。ね悩んでるかな。いやいや。 これってあるんですか結構すぐ1か月後とかに結構いやいやいやもう何年かやってもう何年も何年っていうわけでもないからでもここ1年ではめっちゃ生えたよ俺えマジっすかうんここ半年ぐらいかな結構2年前3年前とか最近始めたんですか最初はね結構よくしようと思って逆立ちを始めたのよ逆立ち結構頭に血のぼったりするでしょ 長くできないこれいいのかなと思ったんですけど <laughs> まあまあでもマッサージの方がお手軽だなっつって一服しながら俺ずっとマッサージしてるか家でも一服しながらのマッサージ、ね、そ,うそ,うそう。いやなかなか大変なんですよ<像>まあだから、まあ、これラジオ聞いてるねその神に悩みの人と 方々ぜひマッサージをね根気よく続けてほしい <laughs> なるほどもう1年も2年も3年もずっとそうそう,そ,うそんなもんね12か月やって結果出ないじゃんって多分みんな諦めて違う扉開くと思うけど諦めますね、はい、普通は多分ねそれが一番いいですよああ<ー>、うん、もう1年ぐらいやってるとこれが習慣になってくるんですか<の>自然となんかなんか癖になるねへえー、だけどねあの髪の毛を増やそうと思って、はい ある日チンゲそったんですよ。どういうことですか分かんないです。髪の栄養を全部頭にいくようにこう余計な毛に養分を与えないようにチンゲそってみたんですけどこれもなかなかいいなって。えマジですかないそったこと。いやないですね。スーパーサイヤ人になった気分です。ばってなるん毛が毛がない幼少期が孫悟空の幼少期だと例えるなら毛が生えてきて。 なんかピッコロ大魔王と戦う的なところするじゃないですか毛そったらもうスーパーサイヤ人みたいなもんなんですよ言ったらねすごい威力ですよやっぱり例えがすごいですねこんなところにでもなんか毛ってそった生命力がんかすごくて逆に入る力が増えたりはしないんすね言うよねまあでも今はもう言ってもそんな伸びてきちゃってるけどはい でもね、それをね<え>髪の毛にやる度胸はないんだよね。<laughs> なるほど。もう会えない気がして。<一回> <laughs> ちょっと。わ <laughs> かんないですけど。とワ <laughs> の別れてる。<laughs> <laughs> の別れな感じがする。そうなのよな。髪とか今染めてるじゃないですか。あ、うん。これ大丈夫なんですか。なんかね、俺髪が増えてきたから調子乗ってだけど、抜け毛めっちゃ抜けている。やっぱりそうなんですか。はね、抜けるね。え、やっぱちょっとダメージはあるんですね。今は落ち着いてきたけど、はい。あの染めて翌週ぐらいがめっちゃ抜けて超崩壊した。やっぱそうなんですね。ダメージよくよくないんだと思うね。でも戦っていきたいね。 遅いですね、懐し君あ、マジあ、本当そうですね、意外と。いや、まああと2分でもう10分になりますけども。外でマッサージしてんでしょうけどね、わかりませんけど。その一回 CM 入れとく？あ、そうですね。今の間に戻って来るでしょう。はい。ぜひじゃ一旦 CM です、どうぞ。何の話？一回 CM 更新しとこうかなその時みたいなから。あ、切れてからね全然。あ、わかりました。あ、そうです。 嗯。<laughs> <laughs>

ナイトファイブ。今週のショートしなぶ。たかしに一言。たかし、遅い。ありがとうございました。知念さんがね、全然来ないっす。<laughs> 来ないね。そんなマッサージ長くやるのもやらないと思うけどな。<laughs> え、もしかしてメイクに時間かけてるんじゃなくて、マッサージに時間かけてるんですか。マッサージもやってると思うよ。<laughs> マジっすか。遅いな、たかし。遅いね。<laughs> いねはい。 歌舞伎メイクそんなに時間かかるもんですかね。ちょっと罰ゲームで時間取られちゃってるね。そうですね。コーナーもそろそろ行かないといけないんですけど。先に今日の大喜利のお題聞いとく?。いいんですか?。いいんですか?。いいんですけど。聞いときましょうかね。聞いとこうかな、じゃな。ええ、まあまあ、それ、吉本今何期生までいるの?。 今は五期生までいまして、六期,期生があのー、N.S.C. っていうかこの Y.O.E.C. に在学中って感じですかね、うん、今。しのぶ三期生だよね。自分三期生ですね。三期生って誰がいんの？三期生はですねいっぱいいますよ。花の三期って言われてますからね。<も>人数が多いわけ。いや一期生に比べれば。うんうん 少ないですけど、二期生、四期生、五期生よりかは多いですね。ああ、二期生少ないもんな。二期生はそうですね。三分。あと四期生もあれかオーシャンとか。そうですね。はいそうです。オーシャン、先駆け、アリンクリンとか。はいはいはいそこら辺ですね。よもぎとかなんかそこら辺ですね。はい。そうか。トナイトもおかげでみんな遊びに来てくれるからね。そうなんですか。うん。それはありがたいですね。変な知り合いばっかりできる。いや変なって。 シーマン君がねよく遊びに来てくれるのよあはいまああの水曜日も何回かなんか最近よく来てくれてますね心配なんだよなどういうどうういことですかなんか生活がとてもお化け屋敷は行ってないんだもう全然入ってないですよもうそうはい。やっぱシーマンさんやっぱこのお化け屋敷入ってもキャラバンこのビラ配りばっかりさせられるのであそうなのはいちょっともう今もうほとんど入ってないっていうかまあなのでもう ほぼ見ないですねこの過月ではあそう自分もはいこのトゥナイトでたまに来るときに会うぐらいで心配だな <laughs> そうなんですよぽっくりいなくなあっあ来たかなコンコンコンって<だ> <お薬 S 2> しましたねじゃごめんということでよろしいですか、ね、<laughs> そうですね、はい、<laughs> お願いしますありがとうございますじゃあたかしさんがね来たということでお呼びしましょうたかしさんどうぞお入りください僕まいいですよ <laughs> 僕まだ見てないですからね 全然いいですよ。なんかお面、お面かぶってるみたいな感じの声のこもり方してますけど、お面かぶってるんですか。あ、違うんですよ。これはね。あのね、絵の具が乾いてな顔がパリパリ。るなるほど。喋りにくいってことですね。が結構時間経ちましたね。15分ぐらいやってますよ。すいません。その間、本当に。本当いいですか。じゃ。あメガネ一回取りましょうか。じあ、いそうですね。どっちがいいかな。眼鏡取った方がいいかもしれないですね。 はい、いや、本当半年ぶり、八ヶ月ぶりぐらいの歌舞伎名駅ですからね。三人で振り向きますか。はい。で、それではいきますよ。大だよこれツイキャスの、なんか、どんな。ツイキャスですか。期待してる感じあるとか。コメントああ、無言です。<laughs> あの、ぼんちちさんがね。うん、あ、お休みって来てます。<laughs> <laughs> 寝るな。見てから、ね、寝て。<laughs> は,いはい、はい。何に向けてやってんの、俺。<laughs> い,やい,やい,やいや、いや、いや。 ラジオですから。<laughs> じゃあ行きますよ。3、2、1、どうぞ <laughs> うわ。おい、待て待て待て。待て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 て忍ぶやばい、忍ぶやばい。忍 <laughs> ぶちょっと待て。お前は笑えお前は笑えお前。<laughs> <laughs> ツイッターで飛鳥さんが恐ろしいってきてるんですけど自分もその感情です<笑>,<笑>,笑いたいけど顔痛いんだよ <laughs> 顔が痛いよなんかえー、なんか白じゃないっすよねグレーですよねグレーなんかーはいこの前もっと白だったんですよあ本当それがなんかグレーになってるんでマジでなんか恐ろしい本当に恐ろしいって感じですね <laughs> 歌舞伎メイクでもないってこと歌舞伎メイクでもないですねなんだよこれじゃネズミメイクですよ <laughs> えー、グレー灰色 <laughs> ちょっと水飲んでいい <laughs> いや, <laughs> いやぜひぜひ <laughs> これいてよこの手のこの感じとかうわあとでもう一回洗いに行かな、ね、いと唇も唇も塗ってるじゃないですか赤いまようわーうん 来たなー来たなーとか言うこれだけここに欠けてるってことすごいですよね通合人が来たら多分引きますけどねこれあ本当はグレーだねグレーなんですよあれあ思ったのと違うななんか本当ね知念さんがねこの歌舞伎メイクしてる時にね知念さんのねのいい情報をね僕ねステイクさんから教えてもらったんですよあなんすかなんすかそれは教えませんなんでなんで これはねやっぱ知念さんには言えないことだったのでえ何これ教えない教えない教えない教えなこのことで盛り上がってました教える知念さんに教えられないことでなんか追求線書いてないのそれ書いてないです書かないでくださいって言ったので大丈夫ですいやでも久々の歌舞伎メイクいいっすねああ 時間ないんでもう行っちゃいます行け行けコーナー行きますか <laughs> コーナー行きますね飛鳥 <laughs> さんがもっと恐ろしいこと言ってる <はい S 2> 歌舞伎メイクやり直しに行きます <laughs> 行くか行くかいいですね終わるわ残り一分ぐらいの時に登場してます笑うために顔がめっちゃ痛いわけよ <laughs> パリパリしてるパリパリしてるマジで 最悪やんか。最悪の罰ゲーム。これどう、ね、だな。えーうん、じゃあ一応行っておきましょうか。れうじゃあ行きましょう。じゃ行きましょう。あのこーなんです。知念 VS 忍ぶーんやったやったはい。 このコーナーですね毎週やってる対決のコーナーなんですけども一つのお題に対して僕としのぶ君が対決しましてその勝敗を三木さんの世紀さんに決めてもらいましたそうですで負けた方にあ勝者から決めた罰ゲームを受けてもらうというコーナーなんですけども僕がこうやって歌舞伎メイクやってるのも前僕が対決負けたからだということなんですけど負けなければいいことですかそうですねじゃあ今週もやっていきましょうか時間も時間ですからそうですねあまり時間ないですからね 大対決来ました大喜利対決久々ですね久々だね2か月ぶりぐらいじゃないですか僕はマジでに僕ねやりたいやりたいって言ってるんですけどね知念さんに却下されまくってたんですいやされてないわいや大喜利は本当ねやっていきたいんですよ僕は力つくじゃないですかやっぱりって大喜利って如実に出るねはいやっていきたいんですけどね知念さんがねべただからダメってずっと断り続けられてたんですよ違う大喜利はいつでもできるからいや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  もっと貯めてからいい時にやろうのこのその時が今今だなと思った <laughs> 今だなと思ったのじゃあ大喜利のお題を関さんにもらっても大丈夫でしょうか全然大丈夫ですそれはもう頑張りましょうランクがありますけども頑張っていきましょうじゃあ一つ目の大喜利のお題お願いします <laughs> ラーメン屋の張り紙「そこにこだわるんかい?」 なんと書いてあった？ああいいですね。なるほど。そこにこだわる。張り紙ね。うんはい。なんて書いてあったかですもんね。なんて書いてあった。いいですねこれ。確かにちょっと難しい。そうですね。んてうん。でもなんかポンポンポンって言った方がいいんですかね。うん、こういうのは難しいなでも意外と。うん。なんかね。そこにこだわる。皆さんにもぜひ。 答えを送ってもらいたいですね。それを参考にっていうか。ちょっとパクリつついきますからね。張り紙ですよね。どう思ってるんですかね。あ、こんに、こんばんはです。こんばんはです。あ、無視されてます。こんばんは。聞いてくれてますよ。こんばんはです。こんばんはです。やばいなみたいな感じで見てますけど。歌舞伎です。歌舞伎です。ようですよ。張り紙か。ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい。 なんて書いてあったと。ええー、なんだろうなー。こだわりいろいろあるよね。ラーメン屋のこだわりありますからねーー。そこにこだわるんかい。うーん、なんだろうなー。なんあなんか。なんだろうな。難しいっすね。ええー、なんかじゃあこの辺いっときますか。 じゃあ知念さん行けますはい、はいはい、じゃお願いします知念さん、はい、ラーメン屋の張り紙そこにこだわるんかいなんと書いてあったガラシャツ禁止なるほど関係,関係ねえじゃん、ね、ああありがとうございますいいですねい,いいですねそういうこだわりなんですねああああどこにこだわってんのみたいなラーメンと全然関係ないじゃんっていういや本当にいいですね、うん そこにこににだわるからですもんね <laughs> まさに <laughs> <laughs> いや、まじ顔が痛いもん顔が痛い <laughs> いやだもんこれこの罰ゲーム地獄きつい親に見せたくない <laughs> いや、これめっちゃわかります <laughs> 親に見せたくないまして心の先が <laughs> 痛い地元の友達見てるって言ってたから <laughs> マジでマジで。 吉しもね、期間でこれは <laughs> <laughs> <laughs>、えー。ラーメン屋の張り紙、そこにこだわるんかい、なんて書いてあった。とうん、じゃあもう、自分いいですか。あ、いいですよ。じゃあ、もう知念さんに向けて、みたいな感じですけど。お願いします。の僕っすか。はい。うん、ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい。なんと書いてあった。歌舞伎メイクお断り。いや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 。いや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 ,いや。 甘いでしょ今のこれ甘いっすよすみませんねちょっと甘噛みちょっと甘噛みしてるさなんかニワニワしながら言ってるしさ大喜利を舐めてるよ大喜利舐めてるやっぱ二ヶ月のブランク大きいっすよやっぱ歌舞伎メイクのやつが言う言葉じゃないけど大喜利舐めてるいや本当ですようん。なんだろうな本当歌舞伎メイクこんなね 真剣な目されてもですね、歌舞伎メイクしてる人がですね、そういうコーナーなの真剣な顔されてもですね、全然、なんかバカにしてるような感じがしますよ、大喜利を。こんな顔で大喜利やってると、あのよ、桂歌丸さんに怒られますよ。あの人、ザ・大喜利じゃないよね。違うんですかはい、じゃあ。 ちょっと待ってくださいね。はい。はい、いいです。い、いきます。はや、知念さん、お願いします。ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい。なんと書いてあった。N. H. K. 以外見せない。<laughs> <laughs> あれ?。なんの、むずいの?。むずい。なる,なるほど。なるほど。スープとかにこだわる。<laughs> <laughs> なるほどねいいっすね知念さんのなんなのんかあレオナさんからねうちは金ちゃんヌードルしか出しませんってなるほどいいいいせっかく送ってきてくれてるのにじゃあこうたくんから来ておりますからねいきますよラーメンの食べ方教えます 田く君、ブブーでした。お前、悪いやつだ。本当、悪いやつだ。えいや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 なんだろうな、渚さんが、こんばんは、久しぶりです、たかしさん、笑いそれ、そうでしょ。そうですよね、寒いっすもんね。寒いっすもんね、これだって、顔が痛いから、顔がパリパリして痛いから、寒いっすよね。寒いって言うだん いや本当に何かないですかねーこれが吉本のお笑いじゃ <laughs> <laughs> これが吉本じゃ、えー、はいじゃあ知念さんのじゃああれをお願い <coughs> すもはいあ行いきますかはいお願いしますラーメン屋の貼り紙 <laughs> そこにこだわるんかいなんと書いてあったテレビは相撲 <laughs> <メ>だめだ <laughs> <laughs> おつかったんすかねー、うん、テレビや相撲ね相撲,相撲中継だけと。うん、なるほど<ー>意外と難しいですね厳しいってコウタ君が来てますねー <laughs> あー はいじゃあいきます。あじゃチェンさんお願いします。ラーメン屋の張り紙、そこにこだわるんかい。なんと書いてあった？税金払ってない人は出金。<laughs> <laughs> あーあー、難しいんだよなこれ。難しいな。ああ。 はいじゃあお願いします <coughs> ラーメン屋の張り紙そこにこだわるんかいなんと書いてあった王客の方入店拒絶 <laughs> <laughs> はいはい畳みかけ <laughs> いやいやまだ来てないですよ <laughs> <laughs> まだ来てないですよ <laughs> <laughs> はい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 ,はい,はい、はい、<laughs> ラーメン屋の張り紙そこにこだわるんかいなんと書いてあった <laughs> いっぱい食べる人はできん <laughs> 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 言い方可愛すぎでしょ。<laughs> <laughs> いっぱい食べるでしょ。でき <laughs>、えー、顔が痛いよ <laughs> 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 もうね、もう一問ぐらい聞きたいけど、まあもう一個一個ぐらい出したら終わりなのかな。はい。ここにこだわるんかい。なんて書いてあった。えー、はい。じゃあお願いします。ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい。なんと書いてあった。 スキッパ入店拒絶なんでなんでなんで出るからですよラーメンがポロ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 出るからですよそこかいえークソやられたラーメンがポロポロポロ出るからですよっってててもも出きますからねあ何があるかなそこにこだわるんかいんて書いてあったうんうん なんだろうな。なかなか難しいですね。うん。うん。うん。あーうーんあー。<laughs> じゃあもうこの夏このこの時期特有のやつ行きますよ。うん、お願いします。ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい。<laughs> なんと書いてあった？冷やし中華やりません。 間違えました。<laughs> <laughs> 始めませんでした。な <laughs> んもなし、ブームもなしというね悲しいことが起きましたけども。なかありますかね。なかなかこれ難しいですからね。<laughs> はい。いきます。八代さんお願いします。ラーメン屋の張り紙、そこにこだわるんかい。なんと書いてあった？ 汚く食べた人は自分で皿洗い。<laughs> <laughs> うん。あ、そこじゃねえな感がないよな。<laughs> なんかありそう。じゃありそう。うん、はい。<ー>そこじゃねえんだよっていう、なんか。<ー>はい。ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい。 なんと書いてあった？ポイントカードはポンタで。あ、じゃあ行きます。はい、千円さんお願いします。ラーメン屋の張り紙。そこにこだわるんかい？なんと書いてあった？お店にちょっとくらい虫がいても騒がない。<laughs> <laughs> いちいち言うんじゃねえ。ゴキブリとか、だったらどうします?。ゴキブリまでは政府。どうしますお題は、かえ、る?。変えます?。一問だけぐらい。そうだな。ギリギリ、ギリギリ、い、くださじゃ、一問。一個一個ぐらい出せるんじゃないかな?。じゃ、あ一応、二つ目のお題、ちょっと変えていきましょう。二十五年間、売れない演歌歌手が、ちょっとテンション上がりました。何があった?。 25年間もこれ1個ずつぐらいかなはいなるほど面白いお題ですねでな売れない演歌歌詞がちょ,っとテンションちょっとテンションちょっとテンションうーん そううん、25年間ですもんね。<coughs> じゃあ僕行きます。じゃあチネスお願いします。25年間売れない演歌歌手がちょっとテンション上がりました。何があった？ガリガリ君が当たった。当たった。ありがとうございます。なるほどね。いいですね。そういう感じですね。はい、俺は一個出したぞ。お酒飲よ。<laughs> うわーこれ難しいな。うん、<laughs> <laughs> 一個ぐらい、一個ぐらい。あそうですね。うん <laughs> 何があった何かないかな,うん,なんかお<ー>なるほどそういう感じか。はあはあはあ。なるほどなるほど。何があったと。ちょっとだけ嬉しいですもんね。<laughs> はいじゃあ僕いきます。 25年間売れない演歌歌手がちょっとテンション上がりました何があった「紅白」の観覧が当たったああめっっめちゃいい <laughs> 紅白決まったとかじゃない観覧が観覧が <laughs> 自分の好きな歌手が生で見れるああや,やった <laughs> 出れや自分よ。目標そこじゃないだろうそこじゃないだろ引くってね目標ど,どうしよしろもいっとく 六月か、うん、もう知念さんとね、うん、ちょっと丸かぶりの答えになっちゃったので。あけました、あきらめました。あきらめだってないよ。<laughs> なんか、アドリブでいけない。アドリブで。<laughs> いや、丸かぶりになるんですよ。二十五年間、<laughs> 売れない演歌歌手が、ちょっとテンション上がりました。何があった。宝くじで千円当たった。<laughs> <laughs> 一旦 CM です。どうぞ。<laughs> <laughs> ダメでしょ、これは。残 <laughs> っ、ててよかかったはい <laughs> <laughs> 恥ずかしほんとだ。 <laughs> 逃げてますね。<laughs> ショット高し。 ショートランタャー酒に召し上がった。はい。10秒前ですよ。 <laughs> 今週のショートたかし気に切ですかちょっと待ってよな <laughs> んしたえっとねえっとねあの <laughs> ショート今度トえーえファミレス <laughs> ウィンいらっしゃいませすみませんあのー、禁煙席一人でお願いしますあ、禁煙席一人ですねかしこまりましたでは今店員さんへお呼びしますお前誰だよよ <laughs> どうもありがとうございました。<laughs> めっちゃギリギリだったじゃないですか。<laughs> いやいやいや。ざわ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 してましたよ。ちょっと待って。<laughs> あのアドリムにしたらよくない？<laughs> そうでもない,い,やいやあ？時間がもうあんまないですかね。もうあと一分もしないですね。はいじゃあ、えー、勝敗の方ちょっとお願いします。もう僕勝ちでしょ今日は。どっちか。 はい、ありがとうございます。僕の勝ちです。マジかーー。じゃあ、来週どうしようかな。歌舞伎メイクくいや、マジでダメです、これは。本当に。オリジナルソング行こう。いつもの。うわーオリジナルソング。<laughs> 曲作ってきてなんだかんだ面倒くさいですよ絶対よ絶対よオリジナルソングマジかもうそろそろ時間ないですけども12日にですねもう間もなく僕の夜9時半から僕の VS 知念というライブありますのでぜひ皆さん来てくださいお願いしますはい12日に同じくうちのライブで来てくださいお願いします今日の「TONIGHT5」は知念したまた来週も聞いてくださいありがとうございましたありがとうございましたさよなら